カルテット。人生のオペラハウスは、2012年のイギリスの、コメディドラマ映画である。ダニエル・シミット監督のドキュメンタリー映画、トスカの切符を原案としたロナルド・ハーウッドの舞台、思い出のカルテットもう一度、歌わせてが原作であり、ハーウッド自身が脚色し、ダスティン・ホフマンが監督した。ホフマンにとっては監督デビュー作となる。出演は、マギー・スミス、トム・コートネー。 ビリー・コノリー、ポーリーン・コリンズラである、ジュゼッペ・ベルディの音楽家のための憩いの家をモデルにしている。引退した音楽家たちが身を寄せるビーチャームハウスは、資金難のため存続の危機にある。若者に対する音楽の普及に心血を注ぐレジー、ボケが始まった、シシー、ホームでも女性を追い回している、ウィルフに衝撃が走る。プリマドンナだった寺院が入居してきたのだ。かつて、 イギリス史上最高と歌われたカルテットを組んでいたが、野心とエゴで皆を傷つけ、別れたままだった。特に9時間だけ、ジーンと結婚していたレジーは、彼女の本性を知らないと責任者に詰め寄る。ジーンはレジーに何度も謝罪をする。それでも、ホームを救うために、ベルディの生誕記念柄コンサートで、リゴレットのカルテット、美しき愛らしい娘を歌おうと考えて、食事に誘うが、 ジーンは人前で歌えない状態で激怒。しかし、老年は弱虫では生きられないという皆の説得に応じる。ガラコンが始まり、椿姫から乾杯の歌、トスカから歌に行き、会いに行き、ニカドから学校帰りの三人娘などが歌われる。レジーは離婚の原因となったジーンの浮気の話を盗み聞きして違うという。 シシーがボケて帰ろうとするのをジーンがうまく説得。舞台の袖でジーンがウィルフに倒れたら寄りかかるかもというと、レジーにしろ君のことを今も好きだという。そして歌う前にレジーが結婚しようという。カッコ内は日本語吹き替え2012年9月9日に第37回トロント国際映画祭でプレミア上映された。 2013年9月27日時点で、ロッテントマトズでは122件のレビューで、支持率は80%、平均点は6.6、10となっている。また、メタクレティックでは36件のレビューで、平均点は64、100となっている。ありがとうございます。